今回はドラゴンボール Z ファイナルバウトを解説。それまでのドラゴンボールの格闘ゲームといえばスーパー武道伝に代表された 2D 格闘ゲームがメインだったが、今作は当時バーチャファイター、鉄拳などの 3D 格闘ゲームブーム、そんな流行りに乗っかっちゃえということで 3D 格闘ゲームになった。1997年8月21日バンダイから発売。そして開発は武道伝シリーズと同じ東セが開発している。そんなドラゴンボールファイナルバウトの出来はいかに。いいところからいきましょう。ドラゴンボール Z ファイナルバウト、いいところ1つ目、オープニングムービーがいい。東映アニメーションが本作のために制作したオリジナルオープニングアニメ。影山博信が歌うオープニングソングも熱い。ちなみにエンディングも影山博信が歌っている。2つ目、セガサターンの新武道伝ではなかったビルドアップモードが復活。しかもプレステで以前出ていたアルティメットバトルのセーブデータを引き継ぎができる。やり込み要素としてはいい。3個目、グラフィックが今までにない 3D グラフィックになった。これはドラゴンボールのゲームとしては初めての試み。カクカクながら新しいドラゴンボールのゲームの可能性を感じた。4個目、アルティメットバトルではデモ必殺技が廃止されていたが、本作ではデモ必殺技が復活している。やっぱりドラゴンボールといえばド派手な必殺技の演出、これが復活したのは嬉しかった。5個目、戦闘前のロード時間はあるが、会話の最中に裏でロードしているのであまりロード時間を感じない。真っ黒い画面のままやロード中の画面だとロード長えなと思うが、この仕様は良かった。6個目、必殺技のコマンドが斜め入力コマンドがないので初心者でも必殺技が出しやすい。ドラゴンボールが題材のゲームなので格闘ゲーム初心者もプレイするので初心者に優しいこの仕様は良かった。7個目、必殺技の連続技が入るようになった。技によったら入らない連続技は中にはあるが、基本的に連続で入る仕様になった。連続技なのに今までの武道伝の仕様はおかしかっただけに、連続で入った時は嬉しかった。特に悟空の爆裂連脚が連続で入ったのは感動もの。8個目、 BGM が良い。このシリーズ全般に言えることだが BGM が良い。今までの武道伝シリーズのアレンジ BGM や新規の BGM、 どちらも出来が良い。9個目、初代プレイステーションのソフトなので下位互換性のあるプレイステーション2、プレイステーション3でプレイすることが可能。プレイステーション2では読み込み速度、高速処理でプレイできるのでロードが速くなるし、プレイステーション3だと HDMI 端子で出力できるので綺麗な画像で楽しむことができる。10個目、レトロゲームでも比較的プレイしやすい。中古価格はだいたい500円出せば手に入る。状態が良いソフトでも1000円ぐらいで販売されている。ちなみにプレイステーション3でのダウンロード販売はなし。残念。ドラゴンボール Z ファイナルバウト、残念なとこ1つ目、ストーリーモードがない。一人用モードとして CPU と連戦できるモードはあるのだが、ストーリーモードがない。なんでだ、スーパー武道伝3からストーリーモードがない。ストーリーモードがしたいんじゃ。2つ目、キャラゲーなのにキャラが少ない。全部で18人登場するのだがキャラが多すぎ。悟空なんか6種類の悟空が存在する。かぶりすぎだろこれ。そしてなぜかトランクスも3バージョンと多い。挙句の果てにラスボスのスーパーベビーが使えない。なんだこのチョイス、ダメだろ。3個目、キャラかぶりの影響もあるのか、戦闘前の会話のバリエーションがなさすぎ。みんな初対面のような会話をする。ご飯と悟空親子なのに他人なようなトークを繰り広げる。どうかしてるぜ。4個目、ボタン配置がおかしい。武道伝とも違うし、他の 3D 格闘ゲームのバーチャファイターとも鉄拳とも違う。なんか変なボタン配置。しかも自分でエディットできないので用意されたボタン配置の中から選ぶしかない。しかもそのボタン配置が使いにくいボタン配置ばかり。全てがクソなボタン配置。5個目、トレーニングモードがあるのはいいが終わっている。相手がダウンしたら寝たまんまの状態に、ダウンしたら二度と立ち上がることがない。しかもこのモードから抜けることができず、リセットを押すか電源を切るしか方法がない。何も練習にならないクソモード。6個目、メテオ技の仕様変更。以前まではコマンド投げのような仕様だったが、今作は吹っ飛ばしてから追加コマンドを入れて追撃していくシステムに変更。上級者になるとはめられる。なんでこんなシステムにしたんだ。7個目、動きがもっさりしている。
3D ポリゴンになったせいか、モーションチャプチャーの仕様のせいか、モーションがもっさりしてる。なんでここまで動きがもっさりしてるんだ。爽快感がない。チョコメ、歩く速度がむちゃくちゃ遅い。マジで遅い。本当に歩いてるの？と思うぐらいの速度。移動手段がダッシュするかジャンプしかない。そのダッシュは使い勝手が悪い。ダッシュしながらの攻撃ができないのでテンポが悪い。まともじゃないぜ。9個目、空中戦がクソ。ハイパーディメーションのように軸を合わせないと攻撃が当たらない。自由に動ける感を演出したかったのか、自由に動けるだけに本当にやりにくい。本当にこの空中戦はクソ。ごめん、当たり判定がおかしい。空中戦もそうだが、めくっているのに背中に攻撃判定がある。相手のカメハメハなどの必殺技など背中に触れていると食らう。なんで背中に当たり判定があるんだ。おかしいだろう。11個目、操作性が悪すぎる。とにかく動きが重い。ボタンを押してモーションに入るまでが遅く、直感的な操作ができない。特にひどいのがガード。ボタンを押してもガードするまでの時間がかかり攻撃を食らう。ガードが使えない。クソしよう。12個目、攻撃のバランスが悪い。カメハメハなど必殺技は破壊力が低すぎ、なのに通常攻撃のパンチキックの破壊力は高い。破壊力がバランス崩壊してる。通常攻撃で戦った方が効率が良い。13個目、キャラバランス悪すぎ。キャラゲーなのでしょうがないのだが、マジでキャラバランスが悪い。ベジットやスーパーサイヤ人4の悟空が強すぎ、通常技の破壊力がチート。14個目、はめ放題のゲームシステム。吹っ飛ばされたら復帰するまで時間がかかる。しかもその状態だと何もできないのでやられたい放題。この時に前に少し動いてパンチやキックをするだけではめることができる。ベジットだとパンチボタンを連打するだけではめることができる。リアルファイトになりかねないクソハメゲー。15個目、バランスの悪さはラスボスのスーパーベビーまで影響が。攻撃力がバカ高く、3回から4回の攻撃でやられてしまう。しかしそんなスーパーベビーだが、モーションがもっさりしているのでパターンに入ると簡単にはめることができる。それもどうなんだ。マジでハメゲーだな。ちなみに最終戦のロードはむちゃくちゃ長い。ロード比較。ハードによってロード時間の違いを見ていきましょう。プレイステーション実機、プレイステーション2、処理速度、高速処理、プレイステーション3で比較します。違いがどこまで出るのか見ていきましょう。戦のロード時間で比較します。キャラを選んだらロード開始するので、キャラを選んだらカウンタースタートします。カウンタースタートしました。プレイステーション実機、プレイステーション2、処理速度、高速処理、プレイステーション3。さあ、どのハードが一番速いのか。やはりプレイステーション2、処理速度、高速処理が速い。 12.28 秒。続きましてプレイステーション3、 14.72 秒。思いのほか速かったです。そして最後にプレイステーション17.68秒でした。一番速かったプレイステーション2、処理速度、高速処理との差は 4.88 秒でした。約5秒差ですね。結構差が出ました。でもプレイステーション2でプレイするとグラフィックがバグるんですよね。なので今回はプレイステーションでプレイしました。ドラゴンボール Z ファイナルバウトを解説しました。ドラゴンボール初の 3D ポリゴンによる 3D 格闘ゲーム。その出来はカクカクのポリゴンによるダメな操作、そしてハメ地獄という俗に言うクソゲーです。まあ題名がファイナルバウトなので、見事にドラゴンボールゲームのとどめを刺したと言ってもいいでしょう。この後にドラゴンボールを題材にしたゲームは約6年間出なかったですからね。ここまでひどい出来のゲームをやったのは久しぶりでしたよ。こんなクソな出来なのに、さすがはドラゴンボールです。ベスト版まで出てますからね。それにもびっくりですよ、マジで。今回の動画はこれでおしまいです。ドラゴンボールの動画いろいろ作ってます。概要欄に再生リストのリンク貼っているので、気になる方はチェックしてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイチャー。